メリークリスマス。うちの天音竹工房でも竹細工のクリスマスツリーを飾ってお祝いしているよ。おはよう。うちは朝食の準備があるから、クリスマスも元気にニコニコ早起き。サンタはやっぱり笑顔じゃないとね。あ、一緒にお弁当食べる？今日はキュウリをクリスマスツリーっぽくギザギザに切ってみたんだよ。今日のパーティー無事に行けるといいけど、工房のお弟子さんたちに見つかるとろくなことにならないから、そっと抜け出さないと。クリスマスだし、うちもサンタさんに一つお願いしてみようかな。どうかつくよちゃんと明日また会えますように。クリスマスだね。つくよちゃんとお揃いのサンタ衣装にしてみたんだ。一緒にパーティーに行くの楽しみだな。ほらほら、もう魔女退治に出かけるよ。え、サンタの格好で大丈夫かって？このまま戦うわけじゃないから大丈夫。鏡の魔女の結界でもクリスマス風の衣装のコピーがいるんだ。水着とかハロウィン風の子とかもいるから季節感がなくなってくるよね。あ、この衣装？もちろんうちの手作り。つくよちゃんと並んだ時お揃いになるようにいろいろ考えて作ったんだ。好きなパーティーメニューって言ったらターキーかな。普段あんまり食べる機会がないからつい手が伸びちゃうんだよね。よくお肉を買いに行ってる商店街で見覚えのある顔を見たんだけど、サンタ衣装でケーキ売ってた子、確か玉木いろはのはず。緑のチェックとふわふわのファーは雪の積もったクリスマスツリーを意識してるんだよ。チャームポイントはベルトの雪だるまだね。ん？寒くないのって？大丈夫。見えないところにカイロをたくさん仕込んであるから。ほらほら、手だって冷たくないでしょ？中学生の子が描いた死神少女クリスマスデスカリブーっていうコピー本の漫画を友達に見せてもらったんだ。結構面白かったよ。みふゆさんに衣装を褒められちゃった。みふゆさんはつくよちゃんの学校の先輩で、うちらのことを気にかけてくれているみたいなんだ。まさかパーティー会場でかなぎさんに会ったりしないよね。昔お世話になった人だけど、今会っちゃうと気まずいから。もう少しでこっさり抜け出せたのに。首のベルが鳴ってタケさんに見つかっちゃった。